せるさ。いつまでも熱い鼓動、涙の意味を忘れない。無駄にしないように、今を駆け抜けろ。1990X 年、太陽学園で何名かの生徒たちとジムの女性が行方不明になる事件が起こった。学園が混乱する中現れたバツは独自に事件の調査を始めようとしていた。お前らな、いい加減俺をつけ回すのはやめろ。君はあの事件のことを探ってるんだよね。私も混ぜてよ。理由を強いて言えば、風紀委員としての義務。ご苦労なこった。とにかく何の事件か知らねえし、関係もねえ。ヘイ、ユーは太陽学園の生徒でしょ。襲撃されたって本当ですか。変だ。君たち他校の生徒がなぜ学校が隠しているはずの事件のこと。口の聞き方には注意しろよ。貴様らを生かすも殺すも僕たち次第なんだぜ。まさかてめえらがやったのか。ふん、だとしたらどうする。僕には勝てない。カウンオケは用意したか。第一戦はじめ。諦めたらどうなる。勝利。強な攻撃だ。第2戦はじめ。ついてこいよ。勝利。こんなことも引っ込んでな。てめえら母さんをどこにやったんだ。日本人にしてはなかなかやるじゃないか。まあ特別に教えてやろう。貴様らの高校を襲ったのはジャスティス学園さ。嘘。ジャスティス学園ってあの超エリート校の。どうして。ユーたち知りたいか。でも教えてあげないね。ミーたちに任せておくことね。知らねえよ。とにかく興味本位のやつは迷惑なんだよ。迷惑ってそんな。私は学校を守りたいだけだよ。ほらそこのクズども、
総番長やったらまさかてめえらじゃねえだろうな。何のことかわかんねえが俺たちとやるってのか。覚悟しろよ、手加減はしねえからな。俺たちだってさ、さっきまで迷惑って言ってたのにね。まったく、こっちこそいい迷惑だ。僕には勝てないよ。逃げんなよ。第一戦始め。諦めたらどうなる。勝利。だ、第二戦始め。襲ってすまない。我々は総番長を失い日が経っていたのだ。こんな奴らに謝んじゃねえよ。失った、殺されたのか。そんなことは聞いてないぞ。京介、ここまで来るとは随分強くなったな、松代。誰だ、あんたら。なぜ俺の名前を知っている。覚えていないのも無理はない。お前が赤ん坊の頃に会ったきりだからな。まあいい、率直に言わせてもらう。君たちにはジャスティス学園に来てもらうぞ。え、ジャスティス学園？あんたたちが学校を襲ったのね。僕には勝てないよ。見極めるとしよう。最終戦始め。やさぐれ滅びよ。もうやめたまえ。もうやめたまえ。やさぐれ滅びよ。悪いが、彼女は我々が預かる。罰、わしの息子よ、再び会おうぞ。あいつが俺の親父？じゃあなんで母さんは誘拐されたんだ。なんてことだ、僕のせいか。くそ、わけわかんねえ。とにかくあいつらを追うんだ。あんたたちヒナの友達でしょ。伝えてほしいことがあるのよ。放っておいてくれ、今はそんな気分じゃない。お前らの気分なんか知らねえよ。こっちは急いでるんだよ。うるせえ、てめえらこそ俺たちの邪魔をするんじゃねえ。僕には勝てない。でもおいで。第一戦
始め。はやー、いくぜー。クロスカッター、シロスター、クッハクッハ、遅い、決めるよ。クッハクロスカッター、クロスカッター、クロスカッター、諦めたらどうなるか、どうな攻撃だ。第2戦始め。そんな拳じゃ誰も守りはしないぜ。どうして目的は同じなのにこんなことになるのさ。ごめんよ、おいらまたやっちまった。だからジャスティス学園に負けるのかな。すまんね、俺の方こそ。ヒナタを連れ去られてどうかしていたぜ。ヒナ、本当なの？急がなきゃ、大事な親友を失ってたまるもんですか。僕だって失いたくなんかないぞ。バツ、もし僕がさらわれてもお前が助けに来るか。なんだよ気持ち悪いな。当たり前だろバカ野郎。そうか、そうだな、当たり前か。君たちは太陽学園の生徒ですね。京介、気をつけろ。こいつら何か様子が変だぞ。分かってるさ、バツ。来いよ。今までの僕とは一味違うぜ。僕には勝てないよ。仕方ない。第一戦、始め。カバキの時間だ。クックッッ、おっしゃー、ふふふふふふ、ふりゃー、神のラーメン、神よ、お許しください。ふりゃー、クックッカッカッ、クッカ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 。第2戦、始め。ガテッサッハ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 ッ、クッサー、ついてこいよ。カモンバイビー、ヘイ、タッチダウン、やりたい、ガッガッゴー、ハッハリー、タッチダウン、クッサー、ハッハヨン、やりたい、勝利。そんな拳じゃ誰も守りはしないぜ。私たちは一体何をしていたんだ。ジャスティス学園のやつら、
洗脳術をかけられていたのさ。ふん、殺そうとした奴を助けるなんて全くおかしな奴らだ。一緒に戦う奴はほっとけねえんでな。本当におかしな奴らだよ、日本人って奴は。やっと僕も目が覚めたようだ。もっと早くここに来るべきだった。何ぶつくさ言ってんだ。早速敵さんがやってきたぜ。僕には勝てない。かかってきなさい。第一戦始め。フッ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 。諦めた。勝利。ちょっと覚えてやった。第2戦始め。行くわよ。ヒナタは無事なのか。誰だそれは。大地、ここはどこなんだ。やはりダメだ。こいつらも洗脳されてたよ。くそ、中に行かなきゃ分かんねえか。来ると思っていたぞ。さすがはわしの息子だ。あんたが親父だって言うなら、なぜ俺の母さんを誘拐した。雫のことか。雫がどうかしたのか。しらばっくれるんじゃねえ。母さんと日向を返しやがれ。日向君ならここにいる。自分たちの力で奪ってみせたまえ。やはり日向もか。まさか母さんもそんな目に。の親父ならなおさら許せ。僕には勝てないよ。遊びじゃないよ。第一戦始め。Yeah!
拳じゃ誰も守りはしないぜ。ひなた、大丈夫か？うん、私なら大丈夫だよ。そうだ、バツ、お母さんは？ひなた、バツの母さんを助ける。まだ倒さなければならない奴がいる。その通りだよ、翔くん。ま、京介は周知のはずだがな。誰？どこから聞こえるの？兄さん。兄さんだって？京介、愚民どもと遊んでいるうちに血迷ってしまったようだな。あの時、僕がバツの母親を誘拐したのは兄さんに逆らえなかったからだ。でも今は違う。僕は大切な仲間と自分自身のために兄さんを倒す。私は大切な友達のために。俺は仲間と母さんのためだ。くだらん、実にくだらん。それで私が倒せるとでも思ってるのか。僕には勝てない。我が剣味わうがいい。第一戦始め。弱い。諦めたらどうなる。勝利。一つ覚えってやつだ。第二戦始め。弱い。行くぞ。遅い。見るがいい。見るがいい。ザン。弱い。見るがいい。ザン。諦めたらどうなる。勝利。一つ覚えってやつだ。兄さん。その声は京介か。なぜ厳しい修行を積んだ私がお前に負けたのだ。お前は一体どんな修行をしたのだ。僕自身は何も変わってない。何をやっても兄さんに勝てなかったあの頃のままさ。ただ僕は気づいたんだ。信じ合う心があればどんな困難にも打ち勝つことができることにね。信じ合う心か。何か遠い昔に忘れてきたような気がする。兄さん大丈夫。今からでも遅くはないよ。そうだな。私もお前たちの。必ずできるさ。これからは一人じゃないんだから。
遅い。甘い。ちぎった。クロスカッター。遅い。やいたい。